カニ光線カニを漁獲し、戦場で缶詰に加工する工場施設を備えた漁船。小林滝次の小説。1が作中の舞台となっている。本校で衝術する。カニ光線は文芸史、1記0 0で1929年に発表された小林滝次の小説である。いわゆるプロレタリア文学の代表作とされ、国際的評価も高く、 いくつかの言語に翻訳されて出版されている。1929年3月30日に完成し、1期5月号、6月号に発表。昭和4年上半期の最高傑作と評された。カニ高選の初出となった1期では、検閲に配慮し、全体に伏せ字があった。6月号の編が新聞手法に抵触した角で発売販布禁止処分。 1930年7月、小林は蟹高専で不経済の追起訴となる。作中、健常品の蟹缶詰に対する石ころでも入れておけ、構うもんか、という記述が対象であった。戦後1968年、ほぼ完全な内容を収めた、定本、小林多記事全集が刊行された。この小説には特定の主人公がおらず、 カニ高船にて酷使される貧しい労働者たちが群像として描かれている点が特徴的である。カニ高船、広ロ丸のモデルになった船は実際に北洋高船がニ漁に従事していた広吉丸である。老い地獄、作業群団で、カニ高船とは戦前に オホーツク海のカムチャツカ半島沖海域で行われた北洋漁業で使用される漁獲物の加工設備を備えた大型船である。搭載した小型船でたらば、カニを漁獲し、直ちに母船でカニを缶詰に加工する。その母船の一隻である、ヒロミツマルが本作の舞台である。カニ光船は光船であって、光船ではない。だから航海法は適用されず、 危険な老朽船を改造して投入された。また工場でもないので、労働放棄も適用されなかった。そのためか二高船は、放棄の空白域であり、海上の閉鎖空間である船内では、東北一円の貧困層から募集した、出稼ぎ労働者に対する資本側の、非人道的国士がまかり通っていた。また、北洋漁業振興の国策から、政府も、 資本側と結託して事態を黙認する姿勢であった。情け知らずの監督である浅川は労働者たちを人間扱いせず、彼らは劣悪で過酷な労働環境の中、暴力、虐待、過労や病気で次々と倒れてゆく。転覆したカニ光線をロシア人が救出したことがきっかけで異国の人も同じ人間と感じ、 中国人の通訳も通じ、プロレタリアートこそ最も尊い存在と知らされるが、船長がそれをせっかとみなす。学生の一人は、現場の環境に比べれば、ドストエフスキーの死の家の記録の流刑状は、マシな方という。当初は、無自覚だった労働者たちはやがて権利意識に覚醒し、指導者の元ストライキ闘争に踏み切る。会社側は海軍に、 無線で鎮圧を要請し、節減してきた駆逐艦から乗り込んできた水兵に、スト指導者たちは逮捕され、最初のストライキは失敗に終わった。労働者たちは作戦を練り直し、再度のストライキに踏み切る。実際のカニ公船。北洋の監獄部屋、監獄船、地獄船、海のタコ部屋などと呼ばれていた。夏場の魚器になると貨物船を改造した。 カニ高船と漁を行う川崎線が北方海域へ出て3ヶ月から半年程度の期間活動していた。カニ高船は漁をしていない期間は通常の貨物船として運航しており専用の船があったわけではない。カニの缶詰は欧米への輸出商品として価値が高かったため大正時代から昭和40年代まで多くのカニ高船が運航されていた。 1926年9月8日付、函館新聞の記事には、漁夫に給料を支払う際、最高2円80銭、最低16銭という、ほとんど蒸気を一した支払いをし、抗議する者には、大声で威嚇したとの記述がある。逆に、十分な賃金を受け取ったという証言もある。脱獄王、白鳥義恵の証言において、白鳥義恵は週刊以前に働いていた。 カニ高専について、きつい仕事だったが、旧金は3月の一公開で、ゴールデンバット一箱が7000の時代に350円からもらって、そりゃお大臣様だったと述べている。大正15年に15歳で、カニ高専に雑夫として乗った高谷光一の回想録では、陸で働く10倍にもなると述べているが、 単調な1日20時間労働で眠くなると、ピンタが飛ぶ過酷な環境で、大半は1年で辞めるところ、高谷孝一は、金のために5年も働いたと証言している。漁夫像夫でも、米1日8号が支給され、食事量は陸上よりも多く、幹部は乾燥ケーランやハムなどが食べられ、当時としては食事は良かった。小説発表後も1930年に、 エトルフマルで虐待によって死者を出した事件も起きている。1930年9月19日の失業中、漁夫に20時間労働を強制し、死者十数人を出したカニコーセンエトルフマルが函館に入港し、首謀者が検挙された。高い給料をもらえる代わりに睡眠時間は短く、狭い漁船の中で何ヶ月も過ごさなくてはならず、ストレスや過労により、 精神がおかしくなり、陸では温厚な人物ですら鬼に変えてしまうほど精神的に追い詰められていた。カニ公船形式の創業は戦後も続き、1970年代200海里経済水域の設定による北洋漁業廃止まで行われていた。再脚光のきっかけは作者の没後75年に当たる2008年。 毎日新聞東京本社版1月9日付の長官文化面に掲載された高橋玄一郎と天宮かりんとの対談と言われる。同年、新潮文庫、カニ高専、当生活者が古典としては異例の40万部が上半期で増刷され例年の100倍の勢いで売れた。5月2日付の読売新聞有刊一面に掲載。 読者層は幅広いが、特に若年層に人気がある。毎日新聞等では、日本共産党党員が近年増加しているのは、カニ高専等の影響もあるのではないかと論じられた。2008年の新語、流行語大賞で、流行語トップ10にニ高専が選ばれた。2006年以降、イタリア語版、韓国語新訳版、台湾からの中国語新訳版、 大陸での中国語旧約再版、漫画がニ光線と合本の中国語新訳版、フランス語版、スペイン語版などが各地で出版されている。島田雅彦は、労働現場からのベタな報告でしかない、はっきり言ってあまり面白くないと評している。映画、蟹工光線の山村僧。山村里主演、初監督の作品。1953年9月10日に公開。 芸術祭参加作品。制作出演者2009年7月4日に公開。DVD は2010年1月21日発売。主題歌はニコタッチズ・ザ・ウォルスの風神。スタッフキャスト2007年、白樺文学館主催でカニ高専の読書感想文コンテストが行われた。特色として漫画版の感想文でもカとした点、当時話題となっていた。 ネットカフェ難民にちなみ、インターネットカフェからの感想文を応募部門が設けられた点が挙げられる。2008年2月20日に、小樽で受賞式が行われた。155、小林滝次、蟹高専あずみのを歩く。市民タイムス。2017年3月27日閲覧。AB 大滝のリタだ。4、八金本の現在を探して、小林滝次著。 カニ高ーの場合、千代田図書館、トークイベント戦前期の発金本の行方、NPO 法人神ら雑学大学、2017年3月27日閲覧、弁護士会の読書、小林滝次、福岡県弁護士会、2017年3月27日閲覧、公開法という法律は、小説内の創作で、日本には存在しない。また、 船舶安全法ができたのは作者の死後である。当時、労働者保護法制として、工場法が過労じて存在はしていたが、同法は成人男子に対する就業時間制限すらないなど、戦後の労働基準法と比較して、著しく低い保護水準であった。第3回が二公選。小説を旅する。北海道マガジン、会。 2017年3月27日閲覧。今西はじめ、カニコーセント、マイノリティ、小田小林竹次国際シンポジウム報告集、小田小昭大学学術成果コレクション、2012年、ネイド1200億525万5455。AB、ガーさん、函館新聞電子版。2017年3月27日閲覧。 カニ光線セ防工房紙100ページ高谷孝一さんの話箱館市市デジタル版通説編第3巻第5編大箱館その光と影カニ光線事件箱館市箱館市中央図書館2018年2月1日閲覧プロレタリア文学名作カニ光線異例の売れ行き毎日 JP 週刊現代2008年6月7日548ページから49ページ カニ高専、悲しき再脚光異例の増殺、売り上げ5倍、カニ高専重なる現代、小林滝次、没後75年、今、若者に受ける、カニ高専貧困に負けぬ、強さが魅力、ダン、佐々木譲る、カニ高専の次に読むもの、共産党、新党員2万人確保中多い総会で、更新、共産党、新規党員増加、カニ高専、資本論ブームで、 零八流行後対象、カニ高専入賞、名ばかり、管理職、後期高齢者も、新聞赤旗。 h t t p w w w j c p o r j p a k a h a t a i k 0 7 2 0 8, 8 1 2 0 2 0 8 1 2 0 1 2 0 0 0 h t m l 島田雅彦小説作法 abc 新調選書76ページ ISBN 978から4から10から60万3631から6白樺文学館、多き地ライブラリー、漫画が2公線を無料公開。2007年9月27日。ありがとうございます。